どうもこんにちは、ベニクラゲです。今回はこのモブの出し方を解説していきたいと思います。このモブはエージェントというエデュケーションエディションのモブです。今まではスポーンエッグは入手可能でしたが、エージェント自体は出せませんでした。しかしこの NPC では話が違います。まず NPC でこのコマンドを打ってください。ちなみに普通のコマンドブロックでは使えません。ボタンのモードを押して何でもいいのでボタンの名前をつけてください。設置したい場所まで移動して NPC のダイアログを開き、さっき名前をつけたボタンを押してください。これで召喚は終わりです。続いては動作などです。これらのコマンドでエージェントを動かせます。これが前です。これが後ろ。これが左。これが右です。これもボタンの名前は何でも OK です。次はその他の動作です。こちらはエージェントの前方にエージェントの持っているアイテム一つを設置させるコマンドです。先ほどのボタンを押せば、ブロックを設置できます。次はエージェントの前方のブロックを破壊するコマンドです。これも先ほどのようにボタンを押せば、前方のブロックを破壊できます。続いては置いたアイテムを取ってくれるコマンドです。綺麗に取ってくれました。続いてはアイテムを落とすコマンドです。前のコマンドもですが、設置などの向きは変えることができます。次は土を耕すコマンドです。こちらも向きを変えれます。次は攻撃系。前のモブに攻撃するコマンド。最後はドアなどのブロックを開閉させたりできるコマンド。というわけで今回はエージェントの出現方法を説明していきました。ぜひ参考元の海外の方の動画も見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。